はい、どうも、秘密結社フェグマソースイハッチでございます。今回はね、一口話の話題なんですけどね、まあ僕のね、出資場の中でもね、今一番期待をしている、まだ一生場ですけどね、広告クリエイターがアネモネステークスに特別登録ということでね、まあ出られるかどうかから、まずは登録等数からね、事前の想定ではちょっと除外の可能性があるぞみたいなところみたいなんですけども、どうでしょうかね。まあ案上も発表されてないんですが、とりあえずね、トライアルに登録ってことで、僕の出資場で言えば、そこのね、トライアルに登録してみたみたいなところまで含めても、春のクラシック、実は初参戦だったはずですね。まあ、過去ね、秋のね、菊花賞はね、神戸新聞杯菊花賞と出走したことがあるんですけども、まあ、春クラシックは初めてになっちゃうんでね、恥ずかしながらということなんだけども、だからこそテンションは上がるよね。まあ、童貞してたみたいな、そんな感じで、ね、テンションは上がるんだけども、ただね、一応、だから、アネモネステークス登録とはいえ、勝っても、出てね、勝っても、桜花賞行かなさそうだしね。まあ、だったら、フローラステークスあたりでね、無駄に賞金稼いでほしいな、というふうには思ってるんですけどね。それで、重賞初制覇だ、というふうには思ってるんですけども。まあ、とりあえずね、今週、こう、成績見ていくと、まあ、前走ね、ここクリエイターが、まあ、最後、閉じ込められて、残り300メートルだけでぶっちぎって勝った。まあ、その2着馬大新ヤマトがね、普通に今週勝ち上がっていたあたり、まあ、あの未勝利の、レベル自体かなり高かったっていうかね、まあ、レベル低くはなかったということが証明できたわけでね、まあ、素質の高さっていうのもね、大新ヤマトが一つ証明してくれて、まあ、相手はね、もちろん今回、未勝利戦とアネモネステークスでは一気に相手強化にはなりますが、まあ強い相手でも十分期待ができるんじゃないか。まあ期待、元から期待されてはいたからこそルメールでね、来たわけだからね。まあそういったところも踏まえてですね、今回はまあ今後も期待をしてみたいと思っております。以上、ハッチーでした。